こんにちは、大原ゆい子です。そして友達の力夫くんです。はい、今日もあんまり眠そうですね。今日はなんと2017年2月22日にリリースした星をたどればという曲のミュージックビデオをフルでコメンタリーしたいと思います。力夫くんもいるので力夫くんにも見てもらいつつ、ちょっと当時のことを振り返っていきたいなと思います。この曲はリトルウィッチアカデミアテレビアニメクール1クール目のエンディングテーマになっています。そしてあのミュージックビデオはね、とっても寒い、確か11月だったか12月だったか、あ、12月か、なんか次の日に雪が降ったようなね時だった気がしますね。ちょっとそれを早速見ていきたいと思います。ドキドキしちゃうな、久しぶりに見る。フルって意外と私も見てないから、2017年って言ったら何年前だ、あ、そんな前じゃないか、3年前ぐらい。でも撮ったの2016年なんで、ちょっと自分的には若いし痩せてるなって、今よりね。うわー、懐かしい。じゃあちょっと見ていきたいと思います。初めてのミュージックビデオだったので、すごい懐かしいですね。あの、ぎこちないんです、全ての動きが。見て見て、あ、これね、素敵なこうソファーとか置いてあって、富士山のふもと最高ですね。あ、こんなセットがね、もう行ったらもうちゃんとセットされてて、スタッフさんたちってすごいなって思いながら、で割とすぐに歌い始める感じだったので、緊張っていうよりも、もう、あ、もうやるのか、できるかな、ちゃんとっていうのが一番大きかったですね。ああ、湖の中入ってる。これは最初の序盤の方かな。すごい懐かしいな。若い、とにかく若い。これはアクリルの台の上に立ってるだったっけな、多分。なんか私高所恐怖症なので、まあ高所ではないんですけど、ちょっとそれに近い怖さは感じましたね。下水なんだよなみたいな。あと12月なので、割とこの服が薄着だったんですよ。あの、どんちの部分はすごいあったかいんですけど、腕の部分とかが結構こういう感じで透けてる素材だったので、結構寒かったですね。あ、これは確か倍速で撮っ、これ言っていいのかな、なんか倍速で撮ってるので、こんなゆっくり歌ってるように見えるんですけど、多分かなり速いスピードで歌ってたと思いますね。でもちゃんとこうギターとかも弾けるように練習、もちろん練習していってるので、ちゃんと湖の上で弾いてはいますね。これは結構最後の方ですね、風がめちゃくちゃ強くなってきて、かなり寒い時でしたね。でもこの寄りの時は多分足湯してるんじゃないかな、だから顔がほんのりピンクなんですよね。これはどっちだろう、自分でもわかんないな。これ結構まるっと撮るので、あ、でもこれ結構寄りだったので、今のは足湯かもしれないですね。これは多分すっごい勾配、坂の下の方で皆さんが撮ってた気がする。これ逆光ですね、すごいかっこいい。撮られてる方側はね、かっこよく撮られてればいいなって思ってるんですけど、なかなかもうね、一生懸命なんで。歩き方がとってもぎこちないですね。初ミュージックビデオが湖の中っていうのは結構思い出には残るなと思います。
なり撮影が佳境に入ってる時ですね。湖の向こう側で音を鳴らしながら、それを聞いて歌ってたので、湖の向こう側にスタッフさんだけじゃなくて、その地元の方かなんかも確か行った気がして、何やってんだろうみたいな感じで見られてた気がします。あと船でここまで移動してたので、ここに来たらしばらくはもうどこにも行けないし、船で迎えに来てもらえないとずっとここに置いてきぼりになっちゃう感じですね。これ最後じゃないかな、最後じゃないのかな、なんかミュージックビデオは別のところですうわーうわーどうでしたか、力夫くん。え？うん。嫌だった。はい。うん、そう。あんまり興味がないみたいですね。はい。ということで、一応コメンタリー付きでお送りさせていただきました。星をたどればミュージックビデオなんですけども、他のミュージックビデオは東宝アニメーションチャンネルの方でもアップされてたりしますので、もしよかったら見てみてください。またミュージックビデオで面白い発見があるかもしれないので、ぜひじっくりと見てもらえたらなと思います。ありがとうございました。